現役時代の新庄ってどんな選手だったん？敬遠球さよならとかよく聞くけど、実力とかプレイスタイルとか。適正打順がわからない。今でもわからん。守備がいい。肩と守備はガチ。打撃はムラが大きすぎ。フリースインガー。守備は一郎より上手い。守備3、2と捕球からの送球の速さがえげつないぜ。運動神経が甘い。守備はガチだけど、打撃は暗黒阪神だから目立ってただけ。甲子園で28本打ってんのに、過小評価されすぎ、打撃も普通に良いよ。打撃は得点圏に強かった。チャンスの場面になると本気出す人。振り回すだけだよ。人造ランガー結婚してって、黄色い歓声はすごかった。今の NPB の現役選手の誰よりも人気知名度あった。メガーレ、260本。阪神時代は打撃そこそこってイメージだったのに、メジャーでもそこそこだったのが意外だった。パリーグなんて誰も見てなかったから、メジャー挑戦するって言った時も誰も気にも留めてなかった。メジャーから帰ってきたらむちゃくちゃ垢抜けててビビった。とにかくおもろい選手やった。まああの頃の阪神らしい選手ってイメージ。一例はあるけど総合的に見ると使い込み悩む感じ。期待値だけは異常に高い。実際シーズン通すとこんなもんかって成績。スターだった。成績見るとあれ？ってなる。新庄がいるなら一回見に行ってみようかな、みたいな感じはある。スイングスピードがくっそ遅いプルヒッター。一郎の打率が1割低い半って感じ。記録の一郎と記録の新庄だからな。数字には残ってないんや。ご視聴ありがとうございました。スポーツの話題を取り上げています。チャンネル登録、高評価お願いします。